コーディネーツ、井戸の値が無効です。基礎街道69時福島福島関所の位置。福島関所は中山道にあった関所の一つ。諸国石所一覧表によると、福島は所在地が品濃国畜馬群で、管理者が山村人兵衛や管理者身分が終わり判断館であった。また、関所の最重とされ、東海道の今切れ関所。 箱根関所と同等の扱いであった。現在は長野県基礎郡基礎町、福島。関所は宿場の北入り口にあった。基礎福島関所の設置時期には諸説あり、慶長7年、慶長8年、慶長9年、または慶長7年以前とする説、大阪の陣の頃との説がある。新景記によると、妻米に口止め番書が置かれていたが、 関ヶ原以降の交通整備により、福島に移転した。現が9年に、福島関所は、妻子口止め番所に代わって、本格的な関所が置かれた。五籍所は、慶長の頃まで、旧度は、これなく、妻子に、口止め番所と申し、石川備え前代よりこれ言うのよし、関ヶ原大阪の勝利、天下一峠太平にまかりなり総て、国々の王冠道筋。 宿並びに、関所等も決まり公設、福島へ引き揃て、中仙道にて、福島薄い領所の御関所と定まり候ろうゆ、新景気、家、高原次郎町、基礎福島関所、150から151ページ。初週福島関所の図、福島関、基礎路名所税による。福島関所の所在地は、基礎谷のほぼ中央。 駒形岳の北市脈が、木曽川に迫る突端の根の岩間六の崖上にある。木曽福島関所の所在地については、木曽路名所税に示されている。品濃福島宮古島で一里半、駅中東西七町、相対して、巷股をなす。そのあまり間に散在す。木曽谷中第一法上の地なり、東駅京都江戸東文の地なり、京より福島まで六十七里。 福島より江戸まで68里なり、基礎路名所図大島151の152所集。福島関所を支配したのは、山村家であった。基礎福島の改めは、以下の、諸国五関所改め方の次第に示されている。また、基礎路名所図によると、入り鉄砲で女の検閲が、東海道の今切れ関所並みと記されている。 新州福島考察これなし山村人兵衛一助、前二、二、この、丘に、神切り、子女、乱心男女とも、手多い男女とも、囚人男女とも、主男女とも、死骸男女とも右の通り合い改め、ゴルス巨型消門にて愛道志向よし、ただし、国々より織工事は、諸国武行中消門をもって、愛道す。二条大阪財判の面々並びに、 ケライランシンテ下り工事は、五番頭手形にて、アイ水一鉄砲の儀、江戸へ入り高数化は、五老十五正門をもって投し候、持ち筒は、自分手形をもってアイド行よし、この、外ぶぐるやい愛改めずただし二条大阪島へ、御用にてまかり、腰高面々は、上りの節、印数正門取り置き、下りの節引き合わせどうす。かつまた、情報へで高鉄砲にても、 ところかえとうにてでこうは、五老中五消紋をもって哀悼し、こ吉一や中五用の次美客の外は哀悼さず、ただし、諸大名、総追の飛客は断りこれありそう来は、哀悼す一福島五席所より七里脇、三江川と申すところにて、江戸へ下り高うな、改め申し騒楼、鉄砲はあや改めず。では、福島五席所通り申さず騒楼手、日がより、 木曽路への脇道にて、旅人往来これあるにつき添えどころ、申し付けをけそうろうよし、女配置祭通さずこうよし、諸国御席所改め方の次第風来所より、大島15、154-155ページ。福島関、駅の右の方に五番所あり、このところ、女と長寿等、お改め、遠州新井のもとし、木曽路名所図へ、大島151-152書集。 木曽ろが山間の脇地が多いこともあり、福島関所を補った、新江川の天板書があった。福島関所の天板書として、新江川わ版書は、入り女を改め、出女は、手形の有無を改めたが、鉄砲は改めていなかった。諸国石所一覧表によると、新江川は、品の国稲郡にあり、管理者は、山村人兵衛、管理者身分が、終わり半代館で、 石書の役割は重としている。慶応3年、明治の政変により、石書は入り鉄砲で女が緩和された。その後、大政奉還に伴い石書の経営を厳しくするよう命じられていた。明治2年廃官の例によって、基礎福島石書を含む全国の石書が廃止された。福島石書後は、漢文8年頃の超えず、2時にわたる発掘調査により、 番書敷地及び書施設の配置が確認された。昭和54年に福島関所跡は江戸幕府の交通政策史上における意向として極めて重要なものとして旧中仙道に接する家中屋敷部分を含め関所跡として福島関跡,跡の名称で国の史跡に指定された。福島関所に関する資料は福島関所資料館で展示している。文献ウェブサイト ありがとうございます。